4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はニュースアロマ、エモシオン先頭、2番手はエアデジャブ、先頭を捉えるか。さあプレイリージューディー一気に来た、あと 200m、 先頭はエアデジャブ、プレイリージューディーまだ後ろ、ちょっと厳しい。キャニオンウォール追いすがります。エアデジャブ、エアデジャブ1着、2着にはどうやらキャニオンウォール、見事に勝ちました。エアデジャブ、プレイリージューディー敗れました。これは掲示板までです。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠の栄セレナード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バラードタワー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。大気ブリザード前に行きそうです。加熱クロス、これに続きます。内からはシーキングザパール、その外からバラードタワー、並んで3番ジェニュイン、その外からブレイブテンダー、その後ろにタイキマーシャル、その外からトロットサンダー、その外に名勝テゾロ、スピードワールド、そのうちに続いています。並んで8番大隅タイクーン、その後ろからは栄セレナード、その隣にベストヒット。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は加熱クロス、まだ粘っています。シーキングザパール、ほとんど差がありません。ジェニューイン3番手、大気ブリザードいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は大気ブリザード、先頭変わって大気ブリザード、大気ブリザード先頭、2番手はシーキングザパール、追いすがる、あと 200m、 大気ブリザード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にトロットサンダー、大気ブリザード、わずかにポロットサンダー、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。